皆さんおはようございます。2020年、9月の13日、朝のご挨拶 B です。 A に続いて、お話をさせていただきます。草枕の話を昨日いたしましたけども、地に働けば、という文章からですねスタートする有名な文句があります。意地を通せば窮屈だ、情に差をさせば流される、地に働けば角が立つ、地に働けば角が立つが一番最初なんですけども、とかくこの世は住みにくい。でも人の世が住みにくいんであれば、人以外の世はもっと住みにくいだろう。どこに越しても住みにくいということが分かったら、そこで今いるところをですね、少しでも柔らかなもの、穏やかなものにしようと、詩が生まれ絵が生まれるということですね。この漱石の草枕を読むと、彼も生きづらさ、住みづらさを感じて、なんていうか、こう佐賀弁で言うとバタグルーっていう言葉があるんですけども、そうですね、なんて標準語にすればいいんですかね、悶絶したっていうんですかね、非常にこう地べたをですね転がり回るような、そういうその苦しみを味わった。私たちも日々そういう苦しみを直面しますよね。私で言うと、このここに来るのもこの足ですね、右足左足よりはるかに腫れてですね、この足の痛みが常にあるという生活がもう5年6年目に入りましたね。で、そうするとそのずっとこうなんだと、多分死ぬまでこうですね、痛みが取れないと、なんていうかな、どうしようもないこう絶望に、捉えられることがありますね。その自分のこの傷んでしまった体から出ることができない。で、特に私は勉強の方はもういろんな紆余曲折で落っこってばっかだったですけども、スポーツだけは特に、なんていうかな、これだけはもう親に感謝するというぐらいスポーツ好きだったですし、ある意味いろんなものが得意だった。ここでもですね、いくつも小学校の時、小中の連合軍で市で優勝しましたし、ソフトボールですね、それからサッカーもそうでしたし、バスケットは3位でしたけども、今県会議員をやってる中本くんがキャプテンで、やりましたし、剣道や空手やいろんなことがやれたんですね。でもやれたものがですね、できなくなると、あるいはその自分のアイデンティティというか得意だったものが、むしろ逆に皆さん、これ人が映り込まないようにやってますから、たくさんの人が走ってるんですよね。なんで走れないんだと、ここでハードルをですね、飛んでました。ちょうどこの向こう側がですね、いわゆる筋肉トレーニングの施設で、毎日のようにやってました。でももうできないですね。走ることが、来年できるか、再来年できるか、だと思います。陸上も、やってましたけど、長距離ですね、とてもじゃない走れません。でもですね、
今日言いたいのは、そのだからこそ詩が生まれ、絵が生まれ、そして、人は人によって救われる、たくさんの人たちからいただいたものをですね、もうスポーツっていう形じゃ無理かもわからないけども、自分のもう絵を描いたり詩も描いたりします。で、そういうもので、カバーすることができるのかなって思います。で、悲しくなったら何をするかというとですね、自分の中に閉じこもってる限り、その悲しみっていうのはどん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 沈潜化していくわけですね。深く自分の中に沈んでいきます。沈まないようにするためには、それはつっかえ棒、救助ロープが必要なわけですね。で、それは自分の中を、その自分のことにとらわれている限りにおいては、どん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 、なんていうかな、底なし沼みたいに自分の中に落ちていく。だから、まあ私は代議士として社会的な活動をさせていただいてるんですけども、それも多くの皆さんと出会い、あるいは多くの皆さんにお世話になった分をお返しをし、そのためですね。で、昨日も私の尊敬する友人からですね、メッセージが来ました。その北欧の方の友人でしたけども、その聞いてくれてありがとうって書いてあったんですね。聞いてくれてありがとう。その方もですね、配偶者を亡くして、そしてもう本当に生きるのも嫌だという方だったんですが、私も別に何かこう、もうできるものなくて、あまりにもその深い愛情で結びついていたパートナーの方がですね、突然亡くなって、で、私が6年前、もう7年前になりますね、妻を突然亡くして、だって電話をしたらもうそこにもう出られなくなってるなんて普通考えられませんもんね。その3日前に参議院選挙の時に行ってきますと言って、全国を行脚していくわけですね。栃木に行って、兵庫に行って、そして、栃木は柳瀬さんでしたね。そして兵庫は梶原さんでした。そして福岡の野田さん、野田国吉さんの応援をしている時に妻とがもう倒れてたわけですね。で、そんなこと思うわけないじゃないですか。宿舎のドアを出る時に見送ってくれたその姿がですね、ずっと目に焼き付くわけですね。で、その方もですね、はもう亡くなられたばかりで、もうちょっとどうするんだと。でも、もう何も言葉をかけることができないから、聞くよと、聞いとくしかできないし、自分ももう 今も7年経っても厳しいから、時が解決するとも簡単に言えないし、辛いよね、少し分けて辛さをね、今の辛さをその分けて、少しでも減らすことができたらいいけど、そんなこともできないしねっていうことをずっと言ってたんですね。でもどうして自分を諦めなきゃいいなと思ってたら、ありがとうって来たんでですね、聞いてくれてありがとうって、僕はその あなたたちがいてくれて、それで助かったんだっていうことも言いました。いなくなってくれたら困るって、いなくなってくれたら君はその奥さんのとこに行けるかどうか分かんないよ、彼の宗教ではですね、もちろんいろんな宗教、
自分で自分の命を絶つ、あの皆さんが、あ、これまた逆転してる。時々逆転しますね。これを押し下にする、これか、すいませんね、時々逆転する。あのそうやって聞くっていうことは相手を受け入れる、そしてその言葉をこう理解するっていうことは相手もの傷を少しでも癒す、喜びはですね、2人で共にすれば3倍にも4倍にもなるし、それから悲しみはそれをこう一緒に聞いてくれる人がいたら少しでも減るんだなというふうに思います。まあ、とは言ってもこの日々の新型コロナウイルスのですね、この状況の中でなかなか皆さん辛い思いをされましたね。空がこの時間だけでもこんなに変わります。私ももう子供がですね、20代ともう30代に一人入りました。で、そろそろお別れというか、彼らも世帯をも所帯を持ってですね、離れていくんだろうなと思います。アメリカに一人帰ることはできないのがいますけども、ちょっとなんか、ごきげんよう、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ良い一日を、たくさんの祝福がありますように。